平こずえラジオでさあゆいさんモーレはい、皆さんこんにちは。今週もやってまいりました、平こずえラジオでさあゆいさんモーレの時間ですよ。さあもうね、お腹がいっぱいになっちゃって、こずえさんいつもねラジオ終わりでお昼を取ることが多いんですけども、今日はですねちょっと用事で早くから出ちゃったもんですから、お腹空いて12時前ぐらいにお昼をね食堂に入って食べたんですけども、まあこのお昼の食堂ってなかなか行く機会が実はないんですよ私で。行ったんですけど、実は一人で行ったんですね。二人でとか行くことはよくあっても一人でなかなか入ることはなくて、食堂に一人で入ったらですね、なんという人でしょう、もう人って言って、もう仕事最中の方々でしょうね。もうどっかで休憩を取るために食堂に入ってお昼を取ってるんですけど、もう人がいっぱい でそんな中私も座って食べてたんですけども、まあ食堂で事件がありましたよお昼の食堂ってこんななんだと思いながら、そば食べすすりながらはーって見てたんですけども、もうこの事件っていうのがですね、食堂のおばちゃんたちがですね、はい何はいこれねはいとかってやってるんですけど、厨房内でなんか争う声が聞こえるんですねおばさんたちのなんだと思って聞きながら、これあれでしょなんとかって言ったさみたいな話になってるわけさ、もうはーと思って、はい、なんか言い争ってるなと思ってて、そしたらもうね、なんていうの、その食事を出すおばちゃんがもう一人、ありありあり始まったよありまたとかって言い始めて、またっていうことはしょっちゅうあるんだこういうことかとか思いながらもう一人でそばをすすりながら、なんかいろんな風景というなんか状況が見えてきて、なんかおかしくてね、あもうでもなんか早く食べないと席を空けなくちゃいけないと思って、普段ゆっくりお昼ご飯を食べるタイプなんですよ、まあ、お昼も夜も食べることに関してゆっくり食べる派なんだけど、そばをね、中のそばをね15分以内で食べたね、早いでしょ、自分でもびっくりした。まあそういう感じでお昼を済ませてスタジオに入った今日なんですけどもね、いやもうなんかねすごいおじちゃんとかお兄さんとかすごいなと思ったね。お昼時間ダダダダって作業着の感じで入ってきてさ、はいそばなんとか、はいとんかつとかって言って、なんかわーってやってて、わーって食べてさーって出ていくさ、一瞬なんかそれをね、なんか女一人がさ畳間に座って一人そば食べて、なんかいろんな風景を見てさ、なんかいろんな状況が浮かんだっていうのかな、あーこういう感じで、あー仕事頑張ってんだなみんなとか思いながら見てたんですけどね、はいもうさっさと食べてさっさと出ましたいやね本当にお腹いっぱいした昼このひとときなんですけども、もう皆さんもねお昼を済ませてね、ちょっとお仕事、午後のお仕事をスタートしてるかと思うんですけども、さあではね、早速ツイキャスの方来てますね。リスちゃんさんから来てますね。ジンギスカンのうって、ジンギスカン食べてるってことじゃん今。あ本当、いやそうなんだ、あいいな、ジンギスカン美味しいよね、私も大好きだな。はいルドルフさんも来てますね。はいサイコジェさん、メイブーさん、こんにちは、今日も楽しくということでありがとうございます。リスちゃんさんが、平こずえ世界に一つだけの肉、あうまそうだなこれ平は平たいに量っていうのが入りますからね、もう一つね、はいはい、でルドルフさんがね、そばのランチいいですねって、なんか久しぶりに私も外でそばを食べましたね、美味しかったですけどね。はい、じゃあ今日もね皆さんと楽しいひとときをどうぞねご一緒にお過ごししたいと思いますので、どうぞお付き合いの方よろしくお願いいたします。はい、この番組ではメッセージを募集しておりますよ。でメッセージを募集する前に、今日のテーマはですね、皆さんカレーを召し上がるときにどんな具が好きですかね、皆さんの家庭のカレーの具は何が入ってます、
ね、ぜひお話を聞かせていただけたらなっていうのも、昨日私がカレー食べたからなんですね何のカレーが美味しいかなとかっていろいろお話で、今日のテーマ何がいいかなと思ってたんだけど、そしたらね、あ、いいな、なんか久々にカレーの具、それぞれ家庭によってとかね、いろいろ好みによってとかあるので、ぜひそのお話を聞かせていただけたら嬉しいです。さあ、この番組でメッセージ募集していますよ。メールアドレス 761@fmkoza.jp、 ファックスは 098-934-8653。 FM コザではユーストリームと動画の方でね、音声を配信しておりますので、 FM コザのホームページから見ることができます。そちらの方からね、ツイキャスの方もぜひ皆さんご参加ください。メールの方もお待ちしておりますね。さあ、ではここで本日の1曲お届けしたいと思います。それでは1曲目は平小瀬のワイト節、聴いてください。平小瀬ラジオでさあゆさもれ。この番組は有限会社モンキースタッフの提供でお送りしております。なんか音が変わったわけさ、今消したでしょ。ごめんね。違う、だからさ、あれなんか変だなと思って、おって思ってしまった。反応してしまった。ウォーキングしてる。うん、周辺ね、結構、うん、もう一曲何か準備しとこう。何がいいかな、最近かけてないの何が。
かけたな。メンターかけるか。秋ファッションかな。ね、色がだね、ちょっとね。いやー、明日から東京寒いのかな。まあ、寒いだろうな、もちろん沖縄よりはな。ね、どのぐらい寒いのかがなんか想像できなくてよ。はい、ワイドブシ聞いていただきました。いや、ルドルフさんがですね、小瀬さん秋ファッションですねって言ってたんですけど、中は半袖ですけどね、クーラーもガンガンなんですけど、車ではエアコンもね。いや、まだまだ暑いんですけども、まあ私ね、明日から東京に行くんだけど、東京は冬なんだよね、もうね。なんかさ、去年のさ、今頃の、去年一昨年ぐらいかな、今頃のフェイスブックが上がってくるじゃん、よく何年前のね、今頃はこういった写真をアップしてたとか。そしたらさ、こんなシャツ着てるぐらいなんだよね、なんか写真が。それが埼玉での写真なんだけど、あったかかったのかなと思って。だけどみんなさ、なんていうの、テレビのニュースとか見てると、天気予報とか見てると寒いですよとかって、今日はマフラー巻いてる人が何名とかさ、コート着ててどうのこうのとかって言ってるんですけど、いや寒いのかな、何なのかなと思ってちょっと戸惑ってしまったんですけど、ルドルフさんがコートはいりそうですよっていうことで、あ、じゃあ必要そうっていうことなんだよね。いやー、ちょっとね、全然気温の感覚が分かんないからさ、何を持って行っていいのか何を着ていいのかっていう感じではあるんですけど、まあとりあえず持って行って足りなければ買おうかみたいな感じなんだけどね、もうね。ね、だけど向こうで買ったのを沖縄で着るかっていう話なんだよな。寒いの買うのはいいけど、そうそうそう、寒くて買ったのはいいけど、じゃあ沖縄でそれを着るかって言ったら、うん、どうでしょうみたいな感じだよね。今は東京15度ぐらいみたいですよってルドルフさんが言ってる。いや、まあそこそこなのかなね。いや、まあでも一応寒いっていうことですよね。はい、ありがとうございます、ルドルフさん。ルドルフさん、はい、発音も悪かったですね今ね。はい、ではね、今日のお題ですね、カレーの具はなーになんですけども、昨日ですね、私が食べた、昨日はね、ちょっとあのライブがあって、ライブの方でまかないの方をいただきまして、そこでね、カレーをいただいたんですけども、カレーの中がね、じゃがいもと玉ねぎと人参とチキンが入ってたんですね。で、プラス、なんていうのかな、ルーがね、ちょっと変わってて、クリーミーなんだけど、ちょっとスパイシーな、カレーだったんですよ。すごくなんかご飯が進む感じでね、美味しくて、でも今日みんなってどんなカレーをいつも召し上がってるのかなとかと思って、私はそういった、大体ですね、人参、玉ねぎ、じゃがいも、まあうちもチキンが多いかな、チキンと、そしてたまにブロッコリーとかがあったりピーマンがあったりっていう感じなんですけど、最近ちょっとハマってるのはなんかね、グリーンカレーでよくなんかね、セットを売ってるんですよ。このぐらいの、なんていうのか、パックでね、材料が結構入ってて、それをちょっとあの牛乳で溶いたりするのか、お水で溶いたりするのかっていう感じなんですけど、それにちょっと具をね、いろんな具を入れて食べるっていうのがあって、で それにちょっと最近ハマってて、でもこれはちょっと辛いので、あの子供がいる家庭にはちょっと出せないのかなと思ってて、でうちも息子がいるのでなかなか作ることはないんですけども、グリーンカレーとかね、ちょっと、でもいつも作るときは
まあ材料一緒にして全部炊くんですけども、途中で分けるよね、小鍋に子供の甘いルーと中辛とかっていう風に分けて炊いたりするんだけど、でもほとんどね、まあいつもの感じにはなっちゃうよね、カレーの具って。うん、だから昔はさ、うちお母さんは牛乳よく入れてたわけ、カレーに。クリーミーだったわけさ。だけど私あんまり好きじゃなくて立ってるみたいな。で自分で作るときは入れないんですよ。でもう一つのパターンが、人参、玉ねぎ、じゃがいもなんだけど、具がメインの具がポーク、うん、ポークを入れたときはちょっとニンニクが入るんですね、うち。ニンニクカレーになるんですよ。それもね、美味しいんだよね。あ、もう一つ思い出した、夏にある冬瓜カレー。うん、冬瓜カレーのルーはね、辛い方が私は好きで、辛口をルーは使うことが多くて、で豚ひき肉とかと冬瓜やって、でそれに具はこんだけだね、ひき肉と冬瓜だけで、それでなんていうの、辛口のルーで私は食べることが多いんですけどね。夏の冬瓜はね、冬瓜カレーはね、ちょっと水っぽいのが好きで、ルーが、うん、サラッとした感じ、ドロドロではなくてね、スープまではいかないけど、ちょっとサラッとした感じのルーのとろみがあるのが好きで、うん、ルドルフさんがね、冬瓜のカレー美味しそうですって。美味しいですよ、結構ね。何もやっぱ前もね、よく冬瓜のお菓子ね食べてみたけど、まんじゅうね、そうそう、だから冬瓜とかっていうのは結局味がないからさ、あんまりなんか染み込みやすいんだろうね、甘いのだったり醤油だったり何か、そうそう、ナスかな、あ、なんか、あ、染みやすいっていうことね。あ、うんうん、そうそう、だからね、冬瓜のカレーもね結構美味しいんだよね。だから最近ね、でもカレーを家で作るっていうことがちょっとなくてね、まあ冬になったらなんていうのかな、シチューとかね、そういったのに変わってくるんだろうなって思うんだけど、うん、でも外で食べるカレーはさ、まあ有名店のココイチ名前出してるけどね、カレー屋さんに行くと、カレー食べに行こうって言ったらココイチ行くことが多いんだけど、最近ちょっとショックなことがあったな、ここで。いつもさ、カレー屋さんでココイチに行くと250g ぐらいなのかな、お米が。だけど 200g に私減らしてルーで、でその上のトッピングにうずらの卵にチーズ派だったわけ。だけどこのうずらの卵がなくなってるわけさ。うん、で、あーってなってすごくがっかりして、じゃあ何がいいかなーってなった時に、なんかチキンのカレーと、うん、チーズトッピングみたいな感じになっちゃうわけよ。チーズはなんかやばいよね。でもさ、よくさ、変わり種トッピングとかあってさ、なんかなんだっけ、納豆だったりとか、なんかいろいろあるさ。ちょっとチャレンジなかなかできなくてさ、勇気ないよね。私もちょっと勇気がなくてさ、なかなかチャレンジすることはできないんだけど、でもそうだな、なんかよく、でもオクラカレーがあったりとかさ、うん、そういったのもあるから、もう沖縄のカレーだったら何があるのかな、ゴーヤーカレーとかゴーヤーのせカレーとかなのかな、変わり種ってみたいな。沖縄らしいからな、まあ、どういったのがいいのかな。ルドルフさんはですね、ココイチはナスのトッピングしますよって。ナスも美味しそうだな。あ、夏野菜カレーとかよく作ったな。うん、そうそうそう、ナスとオクラとね、そういう感じでやったね。かぼちゃとかちょっと焼いて素焼きにしたやつを乗せたりとかしたな。そっかそっかそっか、この季節の野菜のカレーっていうのも美味しいね。でもさ、季節の野菜カレーって夏しかないような気がしない？冬って何があるのかな、なんか冬ってなんかさつまいもとか芋類のような気がしてさなんかなかなか、なんか冬の野菜のカレーってほうれん草とか葉野菜
ねえとかかな、白菜、白菜はないか、さすがに白菜はないか。でもさ、鍋カレーとかあるさ今。そうそう、鍋、あ、カレー鍋逆どっちが立ってるかわからないけどさ、でそういったのも出てるさ。あ、なんか和食なのか、カレーは何なのかな、洋食、そもそもインド、インドだけどさ、インド風よくわからんけど、でもそういった、だからカレーは何になるのかな。わあ、いやでもさ、昔からのカレー食堂とかにももちろんあるしね、あのいろんなところでカレーはね、喫茶店でもあるしっていう感じなんだけど、でもみんなそれぞれ味は違うんだけど美味しいよね。なんかそのそこなんていうのかな、その家庭家庭の味があったりしてすごくいいなと思ってて、だけど自分たち、なんか自分たちの味って決めてるわけじゃないんだけど、まあ人の人、よその人がね食べたら、ああ小勢たちのカレーはこういう味なんだねとか、ああこういうカレーもあるんだねとかっていう話になったりするんだけど、なかなかね人の家庭のカレーを食べるっていうこともあんまりないのかなとかって思って、外でカレー食べるっていうのもまあ年に数回だしなとかって感じなんですけどね。さあでもね、いろんなカレーを食べてるけど、でも最近ねちょっとハマってるのが沖縄市のさパン屋さん、ちょっと今名前がど忘れしてるんだよね私。あ、ザズーだ、ザズーパン屋さん、ザズーでイエローカレーっていうのを売ってるんですよ、ランチ。このイエローカレーが美味しくてさ、私たまにスタジオ終わって食べに行くんですけど、もうそこもね野菜がね結構ドーンって乗ってて、ご飯にご飯ライスが盛られてて、その横に具が乗ってて、でルートチキンしか入ってない、あの小さな器に入ってきてっていう感じなんですけど、それがね美味しいんで、おしゃれで結構ね辛いけど、後でなんか、まあ、鼻水もってかって吸いながらカレーを食べるんだけどね、すごく好きでね、いやよく食べてるんですけども、今日もだからカレーにしようか悩んだんだけど、今日はちょっと用事があったので、その帰り道にねちょっともう食堂に入っちゃった、そばを食べてしまったんですけどもね。さあではね、カレーのお話がちょっと進んでますけど、ここでちょっと一曲聴いていただきたいと思います。それでは平良小勢、沖縄民謡でメンター節サフェン節聴いてください。
はい、ツイキャスの方がね、またストップしてしまってて申し訳ございませんでした。はい、チャラ&チャラ AKB ファンさんから来てますね。メグコチちゃんこんにちはすってチャラすぎだなあいつもはい、納豆カレーナスカレー好きっすはい、ルドルフさんがね、さっきねカレーは和食何っていう話してたんですけど、カレーは和食ではっていうことで、カレー屋さんのそばが美味しいとかとかね。あ、でもさ、なんだろうね、和食屋さんのカレーって美味しかったりするよね。だしがちょっとカツオだしだったりしてからさ、あれ意外と合うもんなんだなと思って、そこのまたカレーうどんとかが美味しかったりするんだよね。なんかだし、なんていうのか、そばとかうどんとかのつゆのさと合わさったカレーうどんとかがさ美味しかったりするんだよな。いやー、なんか今お腹いっぱいなのにちょっとなカレーうどんって聞いたから、なんかカレーうどんが食べたくなったなさあ、ではでは、お題の方はこちらの方で終わりにしまして、続いてのコーナーに参りたいと思います。さあ、それでは続いてのコーナー、小杖のお試し合点のコーナーです。イエーイさあさあさあ、今日はですね、先ほどちょっと用事に行ったっていうのはですね、実は休養高校の通りにありますだるま食堂っていうところにさっきは行ったんですけども、食事はね、その通りにある和菓子屋さんがあって、秋月堂っていうお菓子屋さんがあるんですね。で、和菓子を主に置いているんですけども、まんじゅうだったりお餅だったり、なんていうのかな、茶菓子になる和菓子だなを結構置いてたりするんですけども、さあではね、今日お持ちしたのは、私ねいつもね食べるのがあるんですよ。ここに行ったら必ず食べるのがこのチーズまんじゅうっていうのでですね、周りがですね、なんていうのかな、タルト生地っぽい感じで、中はチーズのちょっと塊みたいなのが入ってるんだよね。でそれが本当にちょっとのこの皮と外の、あ、皮と中の具がねすごく絶妙で、私大好きでよく食べるんですけども、でも今日行ったのはちょっと珍しいものを見つけたんですよ。このチーズまんじゅうね、この普通のチーズまんじゅうは植物性油、植物のね油を使った使用したっていうのを書かれてるんですけど、もう一つはですね、プレミアムまんじゅうっていうのを、チーズまんじゅうっていうのを見つけたんですね。それはですね、動物性のチーズを 100% 使用してるそうです。なので何が違うのかと気になって、私はそれも買ってしまったんですけど、でもメグさんにねこのチーズまんじゅうを教えた時に、え、食べたことないって言ってたので、メグさんにはちょっと普通のチーズまんじゅうを召し上がっていただいて、今日はね私プレミアムチーズまんじゅうをちょっと食べてみたいなと思って、でちょっと時間があったらもう一つね、和菓子のね白桃のね桃のあんこを使用したちょっとまんじゅうもちょっと召し上がってみたいなと思ってるんですけど、このチーズまんじゅうね、親指と人差し指をちょっと大きく丸をした感じっていうの、なんていうの、親指と中指って言えばいいかぐらいの丸をくっつけて丸をした感じのこの大きさのまんじゅうで、ちょっとねプレミアムっていうのが、え、何がプレミアムみたいな濃厚ってよって書いてて、ちょっと気になったのでね、今日そう動物、そうそう、チーズ、チーズ、動物性チーズを使ってるらしくって、ちょっとね食べてみたいと思います。実はねこれ私いつも冷やして食べるわけさ、うん、冷蔵庫に冷やして食べることが多くて、じゃあちょっといただきたいと思います。いただきます。うん、こっちに入れた瞬間からチーズの匂いがすごいね。濃厚、ねっとりしてて、うん、口から落ちない結構ねねっとりしてるんだよねチーズが、なので飲み込むのに時間かかるんだけど、食べた後もチーズの香りが結構残ってるね。
美味しい。でね、生地がね、他の、 あの普通のチーズまんじゅうはあのタルト生地みたいな感じなんですけど、でこのプレミアムはですね、胚芽のような気がするんですよ。うん、胚芽が多分練り込まれてるんだと思います。いや美味しいな、久しぶりに食べた。メグさんにお茶を入れてもらえばよかったなね、あ、お茶を立てるっていうんでね、お茶を立ててもらえばよかったなと思ってて。いや、あ、そのタンさんも来てますね。私も大好きですって。あ、召し上がったことあるんですね。美味しいよねこれね。で、リスちゃんさんもね、ズーチジェ、読めない、10万難しい。いやー、ほんとチーズまんじゅういろんなところにもあると思うんですけど、まだ私ここのチーズまんじゅうしかまだ食べたことなくて、秋月堂ぜひね、皆さんもね行ってみてくださいね。あのいろんな和菓子が買えます。そしてもう一つね、今日買ってみたんだよね、白桃。メグさんは何、あと一つ、くるみ、あ、くるみ大福、美味しそうだね。白あんかな、まだ食べてないよねさすがにね。まだまだ、うん、チーズまんじゅうはどうでした？美味しかった、美味しかった、サクサクとね、サクサクとね、ねっとりっていうか、あのしっとりした感じのね、それね、冷やすともっとうまいんだよ。あ、あ、そうだね、メグさんのはそうだね、コゼのプレミアムだから結構ね、チーズの味、このねっとりしたのがずっと残ってる感じなんだよね、口の中で。で、なかなか落ちないだから結構私普通の味が好きなのかもしれない。じゃあもう一つちょっと白桃のね、こしあんのちょっとまんじゅうをいただいてみたいと思います。あー、なんか上品な感じだな、すごく。まんじゅうとかって沖縄の人あんまり食べないさね。ねえ、和菓子、そうそう、和菓子っていうのはなかなか食べないんだけど、ちょっといただいてみます。うん、あ、白桃、あのね、ちょっと食べる順番間違えたかな、桃の味があんまりしなくなってしまった残念なことね、チーズが勝ってる。うーん、ショックだな、なんということでしょう、本当にチーズに完全に負けてる全然味しなくなっちゃったやばいなこれ。いやー、食べる順番間違えた、ちょっとショックだな、うん、でもね、もう少し香りしてもいいのかなって思ったんだけど、香りもないな、もしかして、ん、私の口がおかしいのか何なのか、ちょっとメグさんに食べてもらおう、食べてみて、匂いする、ほのかに、そりゃチーズに負けるな。いや、食べてもちょっと味がしなくて、ちょっと今困ったんだよね。味はするんだけど、白桃の香りと味がしないんだよね。する？いやー、ちょっと最初にプレミアムを食べたのが間違いだったのかなとかって思っちゃったんだけどね。でね、それ以外にね、ちょっとね、あとはコシアン高タンパク質なそら豆を使用したうぐいす大福とかね。で、メグさんがくるみ大福、どうでした？くるみ大福メグさん食べてたけど、うん、あ、あんの中にくるみが入ってる、いいな。いや、今度ね、ちょっと和菓子いろいろ挑戦してみよう。今度前も話してたけど、抹茶の話してたからね、ね、メグさんにお茶を立ててもらってとかって思ったんだけどね。いや、美味しいな。いや、でもこれもう一回冷やして食べたいし。でね、このチーズまんじゅういろんなのがあった。チーズと
ストロベリーとかチーズとブルーベリーとかチーズとチョコとかのまんじゅうがあった。悩んだんだよ、何がいいかなって。だけどプレミアムに負けたな全部が負けたな。ねえ、ルドルフさんがチーズの味の桃そうなのかな、あんまり匂いもしないよね、香りもね。なんかな、あれ、あ、あれもあってよ、チーズとパイン。あ、本当？あ、いいね、チーズとパインもあったよ。そうそうそう、な、悩んだんで本当に何がいいんだろうとか、これも美味しそう、チーズとって。なんかさ、チーズってあのチーズの味しない、パンにつけるチーズ、あの、なんて言ったらいいの、レアチーズじゃなくて、なんだっけ、ベーグルとかに塗るやつのチーズ、あー名前忘れたな、クリームチーズなんだっけ、ああいう雰囲気なんだよな、これが、うん、いやー美味しかった。あとでゆっくりちょっともう一個あるから、もう一個はちょっと冷やして食べよう。冷やしたらもっとね、なんかちょっとさっぱりした感じになってすごく美味しいんだよな。はい、今日のお試し合点はね、秋月堂のね、おまんじゅう、チーズまんじゅうと、白桃のまんじゅうと、であとはお餅のね、くるみ、なんだっけ、くるみチーズまんじゅうじゃなくてくるみのまんじゅうか、あ、くるみ大福か、はい、と普通のねチーズまんじゅうとプレミアムのチーズまんじゅうをお届けいたしました。ぜひ皆さん機会があったらね、九陽高校の通り、九陽高校から、ジャーガル向けに行くと、九陽高校から 2,3 軒隣ぐらいですかねに秋月堂ってありますので、ぜひよかったら行ってみてください。なんてルドルフさんが、ヤギのチーズ味もあったら、あったんですかって、ヤギのチーズ味もあったんですかって、ないよそれは。なんか、うん、匂いがすごそうだねなかなかまんじゅうには向かないと思いますね残念ながら。はいはい、ではね、ここでちょっと告知の方をさせてください。平小杖のね、ライブになるんですけども、明日はですね、19日土曜日、うるま市にあります、アゲナの方にですね、ウルミンという場所があります。このウルミンのところでですね、第9回うるま市福祉祭りが行われます。はい、この福祉祭りですね、朝10時から17時まで、行われているんですけども、場所がですね、うるま市健康福祉センターウルミンになっております。で、ここでですね、いろんな方が出演があるんですけども、朝10時からね、オープニングセレモニーがあって、ずっといろんなステージがあるんですね。なんですけども、明日はですね、12時10分にはウルマ体操って言って、ウルマとウララが、ウルマ市のキャラクターが来るそうなんですね。で、そこが終わって、ずっとまたいろんな三線があったり、踊りがあったり、手話ソングがあったりね、ちびっ子たちのドラムパフォーマンスとかがあったりと、いろいろあるんですけども、小杖の出演がですね、15時40分、はい、もう一番最後です、私の出演が。15時40分にライブをします。約25分ぐらいなので、4時5分まで、うん、行われておりますので、ぜひお時間がありました、朝10時からねイベントを行っておりますので、ぜひ皆さん来てください。はい、で、そしてですね、もう一つ、この明日から東京なんですけど、このイベントが終わってから私東京の方に向かうんですけども、はい、ですね、11月21日、平小杖関東ワンマンライブ in ハイビスカスなんですけども、オープンが18時、スタートが19時半になっております。場所は沖縄料理ハイビスカス北区王子の方にあります。ぜひね、こちらの方もライブチャージが2500円となっておりますけども、この日は、三振の横目広道と私平小杖で2人でお届けするライブになっております。そしてですね、翌日11月22日はですね、平小杖関東ワンマンライブイン瓶型になっております。11月22日火曜日ですね、祝日の前の日ですが、オープンが17時、そしてスタートが19時半からとなってます。で、
場所が紅型さんはですね、川崎の方になっております。でライブチャージ同じく2500円です。この日はですね、サポートの三振横目広道、ミッチーと小杉と、そして、ギターでですね、CD プロデューサーでもあります森正明が、参加いたします。3名のねスタイルのライブとなっておりますので、なんかね、ご予約まだの方お急ぎください。席が満席になり次第締め切りとさせていただきますので、なるべくね早めのご予約をお待ちしております。はい、じゃあね、この2つお届けいたしましたけども、そして今月はですね、国際通りにあります、ライブハウスじゃない、ごめんなさい、沖縄エンターテインメントレストラン姫なんですけども、姫はですね出演がですね、今月はあと何回かあるんですけども、いつといつだったかな、もうちょっと忘れちゃって申し訳ないですけどちょっと待ってよ、今なんかスケジュール帳がどこ行ったのかなと思って今ジタバタしてるところなんですけどね。そう、ちょっと待ってくださいね。はい、今月はですね、あと何回か出演の方がありますが、ですね、今月は、25日金曜日、来週ですね、ですね、来週の25日と、28日29日の出演となっております。はい、ですね、この姫の方のライブチャージ1500円となっております。で、ステージが3回あるんですけども、3ステージありまして、7時15分、8時15分、9時15分の3ステージとなっております。ぜひ皆さんね遊びに来てください。そして来月、12月10日11日2日間 2days なんですけども、龍神の宴というのがね2016が開催されます。場所がうるま市石川多目的ドームになっております。こちらはですね、会場が16時30分開演が18時30分、開演前のプレイイベントなどがあります。こちらはですね、S 席の方がですね3000円、一般席が2500円、高校生以下が1500円となっております。当日はですね500円増しになっておりますので、チケットをね前もって早めにご購入いただけたらと思います。チケット販売がですねファミリーマート e プライス、そしてスタジオカフェロッソロッソの方でも販売してます。ダイニングキッチンオズの方でも販売しております。ぜひ皆さん早めのご購入お願いいたします。出演者がですねすごい豪華ですよ。太陽風オーケストラさん、秀勝さん、有谷さん、シャカリ千秋さん、横目博道さん、そして白間健一さんね、あとはですね創作エイサーラックの皆さん、そして玉城佳代の会、宮里佳代子流部研究所、嘉手納町連合青年会、白龍の皆さん、そして赤花進化の皆さん、梶原美ヘシキアエイサー青年会、そしてウーマクボーイズの皆さん、そして司会がですねデビッドシェンさんと、久高真理さんの出演となっております。これでね2500円、そして S 席でも3000円なので、すごくねボリュームたっぷりぶりのステージになりますので、楽しく皆さん見ていただけるかと思いますので、ぜひね早めにチケット購入して、ご家族でね、なんかね新聞によりますとバスツアーもあるそうです。那覇の方からお越しの方、バスがどことどこでピックアップ止まるようになってるので、バスで来ることもできるそうですので、ぜひねちょっと龍神の宴2016で検索していただくとホームページがあったりフェイスブックがあったりしますので、そちらの方からねぜひ見ていただけたらなと思います。そうするとねお酒も飲めたりしますから、うん、バスで来るとね、だからわざわざ車を持って来る必要もないですし、でまたですねバスがですね石川庁舎の方に車を止めて、そこからシャトルバスが運行になっておりますので、そこでね車を止めてバスでの移動になりますので、ちょっと早めにね会場についてそこでプレイイベントをご覧になって、過ごすのもいいのかなと思っております。たくさんの方がいらっしゃいますからね、 2days ありますので混み合うと思いますので、ぜひ皆さん早めにね購入して早めに会場に足を運んでいただけたらなと思います。もちろんこのステージに平小杖も出演いたしますので、ぜひ私の歌もね楽しく聴いていただけたらと思います。さあまた明日からバタバタな日が
ね続いてしまいますけども、また東京での様子などね来週はちょっとお話できたらななんて思っております。いやね、なんか20日はですねちょっとまた映画の変わらぬ感のちょっとレコーディングがありしそうなので、そこでまた皆さんになんか映画の中でね私の声もちょっと聞けるのかなといろいろね楽しみがあると思いますので、ぜひぜひチェックしててください。さあまた FM 小座の忘年会もありますね。はい、皆さん楽しみにしててください。忘年会はですね来月12月9日金曜日ですね。はい、沖縄ライカモにありますオリオンビアガーデンの方で行われるそうですので、ビアホールでしたっけ、ありますのでね、ぜひそこでもね皆さん楽しんでいただけたらなと思います。はい、イオンライカ、12月9日金曜日イオンモール沖縄ライカム別館オリオンビアホールにてお一人様2500円、そして、ね、お時間がですね、午後7時から10時までプランが3000円、飲み放題おつみ おつまみ付きとなっております。あ、2500円ですね。あ、ごめんなさい。料金が2500円で、3時間の飲み放題ですね。はい、おつまみ付きとなっておりますので、ぜひ皆さんね、お席などの準備がありますので、事前のね、ご予約の方、ぜひリスナーさんもね、参加いただけたらと思います。急遽決まりました。平小泉も、参加いたします。そこでちょっと楽しみなことがあると思いますので、ぜひ皆さん、リスナーの皆さん、ね、お越しいただけるともしかするとっていうこともありますので、はい、ぜひ遊びに来ていただけたらいいなと思っております。さあね、明日からライブが立て続けにありますけど、東京どうだろうな、ね、どんな雰囲気かな。もう川崎の方はねちょっと初めてのライブなので、どんなライブになるのかなとかってすごく楽しみにしてるのでね、ぜひお近くにお住まいの方遊びに来てくださいね。はい、ルドルフさんがね紹介してくれてます、龍神の宴は来月ですよってことでね、小座の大忘年会に小杉さんも参加とか、そうです、参加いたします。でリスちゃんさんがね、小杉さん札幌パセオでソフトクリーム食べたら帰りますそうだね。はい。帰らないと、私のライブに間に合わないよ。そう。ね。チャラ&チャラ AKB ファンさんが、もしかしてそうね。もしかしてっていう感じですね。はい。ぜひ楽しみにしていてくださいね。さあ、私もね、すごく忘年会、いろいろね、皆さんお酒飲む時期になってきましたかね。はい、いろいろとね、もう11月から忘年会が始まってきますけどもね、寒さとかね、また飲みすぎとか体調不良とか、もういろいろ病気もね、流行りものがありますから、それに気をつけてね、年末を、楽しんでいただけたらなと思っております。さあではね、あっという間の時間でですね、もうエンディングに近づいていきますけども、まだねちょっとだけお時間があるみたいなんですけども、はい、ぜひライブに、関東ライブに来る方、タオル、手ぬぐい、サージなどあったらぜひ持って参加してください。で福祉祭りでもね、みんなと楽しくさゆえさんもれ踊れたらなと、明日の福祉祭りね、踊れたらなと思ってますので、ぜひ会場に来る方はハンカチ、タオル、手ぬぐいなど持ってね、一緒にさゆえさんもれで、ね、一緒に踊って楽しく過ごしたいなぁなんて思っておりますので、じゃあ忘れずにタオル、手ぬぐいなどをねお持ちください、持参くださいね。さあでは、あっという間の時間ではありましたけども、また来週18日、今日だね25日までには私東京から帰ってきますので、ね、またね生放送でラジオの方ねお届けできるかと思いますので、ぜひその時もまた来週もねお付き合いの方よろしくお願いいたしますね。さあでは今日もねこれにて皆さんとお別れの時間がやってまいりましたけども、また来週ご一緒に楽しみたいと思います。この番組は有限会社モンキースタッフの提供でお送りいたしました。ではそれでは皆さん、また来週お会いいたしましょう。それではね、またね、バイバーイ。ずっとこのまま続けと願う。
ー。